い、顔洗ってトイレに行って今、まあまりここは見せれない場所が多いので注意しながらで、よいしょ。いつもバナナ、朝ごはんはバナナ。目が死んでるわ。目がなんかぼーっとしてる。ごめんね、ひげはいつも朝じゃない、風呂でもう剃っちゃって、外人みたいに濃いんだよね、このラインが。なんでこんな濃いんだろう、ひげ。で、散歩いけるかな。とりあえずバナナすぐ食べます。バナナスーパードライ。はい、朝散歩です。一応喋ってても大丈夫なように、あの電話だよ見せかけしてます。あと30分後ぐらいに多分エアコン屋さんは来ちゃうと思うんですけど、今日は曇りですね。なんか雨降りそう。あ、結構紅葉色づいてきてますね。で、一応薬は基本ね、散歩このぐらいであれば、まあ、飲まなくても大丈夫なんですけど、一応デパス1錠飲んできました。で、この先ちょっと猫ちゃんスポットがあるんで、そこまで散歩行こうかな。あんま外ブラブラしすぎるとね、あの業者さん来ちゃうんで。で、今日は今外出たのが11時10分ぐらい。いや、めっちゃ遅いよね。まあ、もう少しタイムを早めていけたらなというふうには思ってます。はい、そうだ、今日はマッチングもなしでした。まあちょっと25日まで様子見て、ダメだったらペアーズもしかしたらまた滑り込みで入るかもしれないです。わかんないですけどね。あ、サンタさん、これめっちゃ可愛いんです。僕何回か写真撮ってるんですけど、ちゃんとこのカメラとかも買いたいね。あのジンバルとかね、なんかやっぱ揺れがすごいと思うんですよね。お、あっぶね、めっちゃ綺麗。もうこんな色づいてる。ちょっと写真撮りたいね。今日はお散歩なので写真はさすがにこれやりながらきついんで撮らないですけど、いつもねこの辺にね猫ちゃんいるんですけど、まず第一エリア。ただ今マンション建っててちょっといないかもしれない。急ぎましょう、業者が来ちゃうぞ。まあ電話してるふりしてればね、まあ、そんな怪しまれないかなと。あ、よかった、あんま人いない。で、ここの道がすごくお散歩コース、ちょっとしかないんですけど、ここにだいたい猫がいたりするんだよね。で、紅葉も進んでいます。あ、いたいた、ボス猫がいた。ボス猫がいました。こいつがボス猫。元気か。あの、あくび、牙があって、牙が折れちゃったんだよね。寒いでしょ。寒くない？寒いよね。また来るね。名前つけたいな。あ、乗ってきちゃった。
珍しい乗ってきたのは。こいつも結構写真撮って展示会でね、アップしましたよ。寒いだろう。やべえ、完璧超のんびりスタイルになっちゃった。これ俺動けねえぞ。ちょっとごめんね、エアコン屋さん来ちゃうんだ。エアコン屋さん、 また来る、また来る。いい、じゃあちょっと立つぜ。ほい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 、ごめんね、また来るよ。バイバイ。もう一匹いるんだよね。ちょっとね、分かりにくいかもしれないんですけど、ここ。またね。まだまだ何匹かいるんですけど、かわいい。どこ、ここ、ここ、指んとこ。まあ、また何回かね、あの猫は Vlog に出てくると思います。あと川、ここは二階梁用水ですね。そう、我が町武蔵小杉も人気が出ても住みたい町ランキング一時期4位にいきなり急上昇して今6位ですよ、うん。写真撮ってる人がいた。はい、もうすでに帰宅帰路についておりますが、おー、なんか変な虫がいっぱい飛んでる。なんだろう、蜂みたいな。夏じゃないのにもう秋だぜ。で、まあ、ちょっと Vlog ってビデオブログって言うんですけど、こう日常をねビデオに収めていくって、これもう自己満です。誰かに見てもらうとかじゃなく、で、まあ、ゆくゆくはこれで認知行動療法をね、電車に乗れるようになればいいなと思ってるんですけど、まあいきなり電車乗っちゃうと危険なので、ちょっと様子見ながらかなとは思ってますね。で、ちょっと手ぶれ具合とか見て、ひどければ、まあ、ゆくゆくなんかカメラとジンバルも買いたいね、ちゃんとね。まあ、このぐらいの手ぶれはしょうがないんですけどね。あと今日はあんまり人がいないからこうして喋れてますけど、結構ね、人がいるとね、やっぱもうこうカメラ回してる時点で見られる、やっぱり。でも最近多いからいいんですけどね。で、あとで、そう、エアコン業者さんとちょっと動画の許可取れれば少しお話聞いてみたいよね。皆さんやってますか、エアコンの掃除。まあ、2年に1回ぐらいはやるのが理想らしいんですけど、高いですからね、1万いくらとかかかるん で、あとあんまりやりすぎると良くないみたい。その辺また後で話聞いてみますけど、まあ、この散歩写真もね、日常化していって、まあ、Vlog ってことであればちゃんとできるかな。頑張りたいと思います。